ミノル、ミンヤスイは、アメリカ合衆国の日系二世弁護士で、第二次世界大戦期のアメリカにおける、日系人の強制収容の不当性を訴えた、権利擁護活動家。オレゴン州、フッドリバーで生まれ、オレゴン大学で、法律学の学位を取得した。真珠湾攻撃後、日系人及び、日本人移民を直接の対象とした。 強制収容の不当性を訴えた数少ない日系二世の一人だった。安井の裁判は少数民族を対象とした夜間外出禁止令の合憲性をテストする最初のケースだった。安井の裁判は合衆国最高裁判所にまで持ち越され、法廷で彼は夜間外出禁止令を破るための信念を主張したが、判決は有罪だった。 1944年に抑留を解かれた後は、コロラド州デンバーへ転居し、同地で結婚し、日系アメリカ人市民同盟における指導者的な役割を果たすなど、地元の日系人社会のリーダーとして活躍するようになった。1986年に安井の有罪判決は、連邦裁判所によって覆された。 1916年10月19日に、オレゴン州、フットリバーで、1903年に渡米し、兄、レンはじめと共に、安井兄弟商店を営む、日本人移民の父、マスオと、母、シズヨの間に、九人兄弟の三男として生まれる。8歳の時に、一時日本で過ごした後、3年間オレゴン州の、日本語学校で学んだ。 1933年に地元の高校を卒業した後は、友人院のオレゴン大学に進学し、1937年に学士号、1939年には同校のロースクールで、ホーム博士号をそれぞれ取得した。安井は、大学の予備役昇降訓練課程の一員でもあり、1937年12月8日に予備役不評彰位に任命された。 ロースクール卒業後は、司法試験に合格し、1939年に、オレゴン州ポートランドで弁護士としての活動を始めた。当時は、日系人への差別が根強かったことから、同地での弁護士活動は困難の連続だったが、父の人脈を通して、シカゴの日本総領事館で事務の仕事に就くこととなった。だが、1941年12月7日の、 帝国海軍による新珠湾攻撃に伴い、領事館での仕事を退職した。安井は、父から軍務に就くために一旦帰宅するよう伝えられた後、後シカゴから、フッドリバーに戻った。フッドリバーに戻った後、安井は、近隣のワシントン州にある、バンクーバー兵舎で陸軍の軍務に就くことを志願した、ものの、日系人であることを理由に拒否されることとなった。続けて、 同年12月13日に、安井は、適正外国人として FBI に逮捕され、彼の資産も凍結されることとなった。保釈後は、ポートランドに転居し、法律実務を開業した。フランクリン・ルーズベルト大統領は、1942年2月19日に、大統領令9066号に採用した、ことにより、特定地域を、軍管理地域に指定する権限が、 陸軍長官へ与えられたほか、夜間外出禁止令が発令され、最終的には、日系アメリカ人の抑留を実行することが可能になった。これに伴い、父、マスオは、他の2191人の一世と共に、FBI に逮捕され、モンタナ州のフォート・ミズーラ抑留キャンプに収監されることとなった。日系人へ立ち退きを促す刑事このことに対する、 抗議の意味も込めて、安井は1942年3月28日に、ポートランドにおいて軍によって発令された20時以降、夜間に外出することを禁止した例を破るべく、意図的に都心部を歩き回った後、夜間外出禁止令の合憲性を試すべく、午後11時過ぎに警察署に出頭した。最初に出頭した署では、警察官から、 問題にならないうちに家に帰りなさいと追い返されて、しまったものの、諦めきれずに午後11時20分に、別の署に出頭し、逮捕されることとなった。後に保釈金を払った際、際大陪審が自身を起訴したことを知ることとなった。日本人に対する立ち退きを命じる通知が出された後も、安井は、指示に従うつもりがないことを当局に伝え、 フットリバーの家族のもとに向かった。これは日系アメリカ人の旅行を規制する別の法律に違反することとなり、当局はフットリバーで安井を逮捕した。安井は6月に始まる裁判に先駆けて FBI で友人たちと相談し、一連の日本人に対する処置の合法性をテストするべく、リーガルマインドに基づいて裁判における計画を練ることにした。 裁判では、アールバーナード弁護士が安井の弁護を担当した。いずれのオレゴン州の団体も安井の支援を拒否したことから、後に裁判が行われた法廷で裁判官となるガス J ・ソロモン弁護士は、アメリカ自由人権協会に安井の弁護を行うよう依頼した。戦略の一つには、裁判官にのみ決定を委ねる、非売信裁判を続行することがあった。ソロモンは、 ジェームズ・アルガー・フィー・レンポー判事によって8人の他の弁護士と共に法廷における問題点について助言するよう頼まれた。この裁判でフィー・レンポー判事は特定の市民を対象とした夜間外出禁止令などの適用は憲法違反であるとの結論を出した。しかし、安井自身へは1942年11月16日の判決において 彼が日本への忠誠を示したことから、もはや、アメリカ市民ではないと言明し、金庫1年と、罰金5000ドルが言い渡されることとなった。安井は9ヶ月間法廷で、再び主張する機会を待つこととなった。この間、彼は、ポートランドのマルトノマ軍刑務所に拘置された後、アイダー補修のミニド怪獣センターに送置された。その後、1943年6月に、 最高裁判所で安井はアメリカ市民であるという結論が出されたものの数日後の6月21日の判決で有罪自体が覆ることはなく軍の要請による戦時下における適正外国人に対する権利の制限は妥当であるとの判決が満場一致で出されることとなった。 裁判後、安井は服役も経験し、十分な処罰を与えられたと認められ、身柄を解放され、収容所に送られることとなった。1944年夏に安井は、収容所から出ることを許され、9月にコロラド州デンバーに引っ越す前に、シカゴで仕事に着いた。1945年6月に、コロラド州最高裁判所で弁護士業務開始の許可を、 訴え、再び弁護士として活動するようになった。翌1946年11月にもと、抑留者のトゥルー・シバタと結婚し、アイリス・ホリー・ローレルの参上を設けた。デンバーで、安井は、市長によって設置された、コミュニティ・リレーションズ委員会での活動に1959年から打ち込むようになった。委員会は、 1967年から1983年に引退するまで安いを常務取締役に置き人種間の圧力や他の社会問題を取り扱った。1954年にはコロラドワイオミングテキサスネブラスカニューメキシコモンタナを管轄する日系アメリカ人市民同盟の地区代表に任ぜられた。1976年にジャグルで 戦時強制収容の不当性及び損害賠償に関する討議を行う委員会が立ち上げられ、1981年までや、水が委員長を務め、委員長を退任した後も1984年まで委員会での活動を続けることとなった。彼自身も、自身の有罪判決を覆すべく、1984年にオレゴン州連邦地方裁判所に提訴した。 2年後の1986年にオレゴン州連邦裁判所で有罪判決は覆されることとなり、それを見届けるかのように同年11月12日に安イは亡くなり、遺体は生まれ故郷であるフットリバーに埋葬された。2015年に米国で文民最高位の勲章となる大統領自由勲章を死後の叙勲として授与された。ありがとうございます。